演舞開演。どうも、本日はこちらドミノピザのグリル野菜とバジリコを食べたいと思います。なんかちょっと臭みっぽいなってますけど、まあ気にしないでいきましょうか。いっぱい野菜がいっぱいで美味しそうですね、どのピザも。ではまずこちらのグリル野菜、皮ちょっと崩れちゃってるな。今回持ち帰りに来たからまたやっちゃったかな。でもまあ食べれば全ていいはずです。いただきます。焼くと野菜の甘さが引き立ちますね。続きましてはバジリコ、いただきますね。バジルは香りだけじゃないんですね。グリル野菜の方は焼いてあるということで、ナスの食感を感じることができて、かつトマトのみずみずしさも口の中にふわっと広がってきました。甘酸っぱいトマト、やっぱりピザはトマトが命なのでしょうか。そしてバジコの方はバジルの風味が口の中に入れた瞬間にふわっと香ってきて、このグリル野菜とはまた違う緑の栄養素強さを感じることができて、とっても美味しかったです。やっぱり緑は大事ですからね。確かも食べやすいということで、こちらの定食も持っていきました。あとやっぱりピザも絶対の方がいいかな。それでは猫の恋、サラリーマンを叶えてて。猫の恋にする相手はサラリーマンなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。